じゃ、はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と今日予備超上位合格者が教える予備試験のすべてということで、ガイダンスを始めさせていただきます。えっ、ー、と担当するのはレック専任講師弁護士の田中と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まずあの最初にですね。あのー まあ私の方ですねあの予備試験の方をあの実際合格させてもらってで今日あのガイダンスで実際予備試験ってどういう試験なのかもしくは予備試験実際受かるためにどういうふうな勉強しなきゃいけないのかっていうのを、まあ、具体的なあの中身そぐしてちょっとお話しさせていただこうかなと思ってますので、えー、よろしくお願いいたします。 はい、でまずあの、一番最初なんですけれども、まあ、レジュメに従ってちょっと話をしようかなと思ってるんですが、あの今日ガイダンス来ていただいている方も、おそらくあの予備試験のガイダンスですので、まあ、将来放送になるということをおそらく視野に入れて、えー、来ていただいて。 と思うんですよねなのであの実際放送園に2つのルートがあるということをです、ね、もう一度ちょっとあの確認しながら実際予備試験の現状とかそういうのを話しようかなと思ってるんですけど、えー、とおそらくあのご存知の方はあれかもしれませんが現在あの放送に対してなるには2つのルートがありますあの1つはあの予備試験ルートもう1つは法科大学院ルートですで、まあ、現在の試験ではあの法科大学院ルートというのが一応立て付け上あのメインルートということになってますうん 授業してかからまあ法科大学院に、まあ、2年内し3年3ですかね、えー、実際、寄宿者の場合は2年間、未就者の場合には3年間という形で通ってでその法科大学院を修了した後に司法試験を受けるということですね、それが法科大学院ルートというやつです。で予備試験ルートというのはあの法科大学院ルートとは別に、まあ、近年作られたものです。あの要は 司法試験受けるために法科大学院に行かなきゃいけないっていうのがもう経済的な負担であったりとかもしくはその時間的な負担があって、まあ、なかなか難しい方がいるともともとそういうふうな人たち向けに、まあ、予備試験という形で、まあ、新しいルートができたと。で実際予備試験ってどういうふうな試験なのかというと基本的には誰でも受けられる試験です。法、う、法、んまあ、法科科科大大大学学学院院院ももももちろん誰でで入れれるわけですけすどもあの法科大学院ルートは基本的に,法科大学院に受,かあ受かって その後終了してそれで初めて受験資格を得るという資格試験になるんですけれども予備試験の場合にはもう極端なしいつでも誰でも受けられる試験というふうに言われていますですのでちょっとあの学習経験とかで司法試験昔の司法試験知ってる方は昔の司法試験旧司法試験にすごい似てるものだと思ってくださいはい でその上で,です、ねえー、実際、予備試験ルートと法科大学院のやっぱりメリットとデメリットがあってです、ねえー、まあレジュメの方の1番の方にもちょっと書いたんですけれども法科大学院ルートは、まあ、現行の試験であってやっぱりメリットはあるんですよ確実に受験資格を得られるんですね。 えなのでし,、まあ、しっかりとまあ入学をして勉強を進めていければ、えー、まあ確実な受験資格が得られることとあとはあ未就校数っていうのが一応設定されているのであのまあ大学多学部からいっても基本的にはゼロから一応勉強で3年間で卒業できるようなカリキュラムが一応組まれているというメリットがあると。 ただまあその一方でですねあのやっぱりデメリットとしては修了まで時間がかかるということですね、うん、あの学生さんで最短でも奇襲者、まあ、飛び級みたいなのありますけれどもやっぱり最短でも奇襲で2年だったら24歳までですか、えー、法科大学に通ってそこから司法試験を受けたら25歳司法修習行ったら26歳ですよね、えー、なのでどんだけ最短ルートだとしても法科大学にルートだったら2627歳というのが一つの若手再若手になると。で で社会人の場合もっとデメリットが大きくて極端な仕事を辞めなきゃいけないです。<laughs> で、まあ、実際自分もあの法科大学院ってか、まあ、実際に法科大学院を修了してからそれであの法科大学に資格で行こうと本気で考えたことあるんですね。えー、なんですけどもどうしてもやっぱり仕事のデメリットってやっぱり考えます。うん、考えました要はやっっぱり大学院って もうずっと行ってやっぱり学校と同じように行かなきゃいけないわけだから基本的にあの仕事を辞めるかもしくは仕事を大幅に犠牲にしなきゃいけないあともっと言うと仮に夜間とかみたいな大学院もあるんですけれども両立のすごい大変ですやっぱり、うんえー。っていうような、まあ、デメリットがあるとで、まあ、それと比べてるんですけど予備試験ルートっていうのは基本的にそのデメリットが解消されているようなイメージで見ていただければいいと思います。うん まあ受験資格がないこととあと時間的なメリットというのは短期間で司法試験を受かりますあのこれから話しするんですけれども私はあの学習未就者は基本的に2年間で合格可能な試験だと思っています、うん、ですのであの今の自分の年齢プラス2年っていう形ですかね、まあ、学習経験があればその学習経験引いていただければいいんですけれどもそれで十分学習によってまあ合格が可能な試験であると。 っていうことそれからあと経済的メリット非常に大きいですあの大学院の費用がかからないっていうことですねであとはどうしてもこれからまあ実際ここレックであの入門講座担当している身からすればあの予備校の講座はぜひ使ってほしいという話はするんですけれども仮にそれ含めても全然経済的な負担は少ないと思いますうん。なのでその意味ではあの先ほど仕事との両立が可能ということもあったんですけれども基本的にあの 受けるには間口が広い試験になっているのでぜひチャレンジしていける試験なのかなという,ふうに考えています、うん、ただデメリットはあってあのデメリットはもうこの後は話しますけどとにかく合格率が低いんですね、うんで、おそらく聞いたことあるとは思うんですがパンフレットですかかねこのパンフレットなんかちょっと見ていただきますと、えー、合格率、実際書いてあるんですね予備試験、どのぐらいの合格率なのかとえー、っと。 これ最新データではないんですけど、最新もほとんど変わってません、あの10ページですかね、予備試験ルートと書いてあるところの、えー、右下に,なんか書いに赤くなんか書いてあって、まあ、3.88%と。 うんえー、つまりまあ合格率でいうと5%を切ってます、ことしもまあ5%を切るぐらいの、えー、合格率になっていると、つまり合格率が低いので、どうしても長期化するリスク、うん、早く受かるっていう、まあ、メリットもある一方で、時間がかかる可能性もあるという、その,あのリスクもあると、であともう一つはあの、独学では合格できない試験だと思います、密集者の人が。 うん、あの何も法律知らなくて予備試験目指してみようと思って本屋さん行って、えー、とりあえず何か本買って読んでそれで合格する試験かっていうとなかなかそういう試験ではない試験です。 うん、どうしてもその司法試験に受かるための、まあ、前段階の試験ということもあるのである程度その、まあ、専門的なことも聞かれるしあとは受験テクニックであったりとか、まあ、そういうふうな時間の使い方も含めて独、えー、学では難しいというデメリットがあると、まあ、そうも,もちろんこれ両方ともメリットデメリットあるので、まあ、何とも言えないんですけどね。 ただ、あの今日あはこのガイダンスであの、まあ、特に放送になるかも今、ちょうど検討しているとかっていう方もおる,おると思うんですよね。なので2つのことはちょっと意識してほしい1つはあの何かというとあの予備試験自体はあの実際そこまで難しい試験ではないということですねあのガイダンスのために私必ず言っていて、まあ、予備試験を受けるというのは確かにすごい難しい試験ですで最近ニュースにもなってますよね。 あの法科大学院ルートこと予備試験ルートなんていう形であのこれからの放送のあり方なんてよくニュースになっていて予備試験という試験が難しい試験だっていうのはおそらく世間的に認知されていて実際この試験って本気で目指していって受かる試験なのかと現実的なのかって不安な方いると思うんですまずそれは不安ではないよとあの合格のための現実的に可能な試験であるということはちょっと今日はあのしっかりお話ししたいということとあともう一つはあのやっぱり目指すのであれば本気で目指してほしいと。 いうことですねあの受かる試験っていうことですけれども基本的にやり方とあとはその気合いっつっちゃいけないですけれどもある程度の集中的なあの学習は必要になるのであのそれはあの必要だよっていうことですねその2つはしっかりとあの押さえていただいてでその上で具体的にどういうふうな勉強しなきゃいけないかとかどういう時間の使い方しなきゃいけないかって話をちょっとしようと思ってます。うん であのレジュメの1ページのところをちょっと見ていただくとです、ね、あの本気で目指すのであれば予備試験ルートを目指すべきって書いてあるんですけれども、うん、やっぱり、あ。のー ぜひぜひ目指してください。あのあの実際、あの先ほどもちょっとちらっと話したんですけど、放送が多様化してますとか放送人口が増えてますって話はおそらく聞いたことありますよね。なんかニュースとかでもよく出てるじゃないですか。うんということはその一方で放送の中。でも今差別化ってやっぱり進んでる時代です。実際、あの私も弁護士になって。 実実際実務の中でやっっててると、まあ、弁護士さんってたくさんんいるんですただその中でやっぱりこの分野が得意な先生あの分野が得意な先生もしくはこういう経験をしている先生だから確かく持ってる先生とかってやっぱり知られたりするわけですでそれと同じような形で予備試験経営の先生っていうのも一つの,あの差別化に今なってます、うん、つまり予備試験ってそれだけ世間的に知られてるんですよね。 うん、あの難しい試験で法科大学院を飛び級のように行く試験だということは知られているので実際あの予備試験からあの弁護士になりましたという先生はああ予備試験行ったんだというふうにある意味、まあ、少し得ができるというところもあります。であとはは社会人の方の方場合はやっぱり 予備試験を受かっている人たちの方々の中でやっぱり社会人の比率っり相当高いんですよね。うん、なのでやっぱり社会人にも開かれたルートとしてあるのでしっかりとここは目指してほしいなというふうに思ってます。うん、で予備試験の概要についてあの2番のところに書いてあるんですけど、まあ、それよりもあの、まあ、勉強ですねどういうふうに勉強するのかってことをまずちょっとお話ししたいなと思っててレジュメの2ページに書いたんですけれども。 あの予備試験合格するための、もうとにかく大切なことっていうのは、あの合格率にはまあ騙されないことです。うん、あの実際にこの予備試験合格率5%って書いてあるとすごい難しい試験に見えますよね。20人に1人切ってます。なんですけれども。 あのまあ、学習をしていくとあの大体体感することになるんですが私もあの、まあ、自分の学習経験受験経験講師経験全部ひっくるめて予備試験の過去問っていうのを客観的に見るんですよね、うん、分析をしたりとかもしくはそれの解説をしたりでその結果として私が思っているのが全然難しくないです。 うん、例えば予備試試験験ってて、まあ、つのでで分かれてるんです1時2時3時みたいな感じで担当論文、えー、それから講述っていう形でで担当式ってマークシートの試験ですで実際マークシートの試験見てもらえると分かるんですけれどもあの難易度としては正直言って何でこれが6割取れないのって試験なんです合格率6割なんですねで他の学部あ失礼しました他の資格試験ってありますよね行政書士とか司法書士とかあの共通する科目によっては全然司法試験の予備試験の方が簡単じゃない かっていう試験たくさんあります、うん、でそのぐらい、まあ、簡単な試験で実際どのぐらいかっていうと条文あのいわゆる6法に載ってる条文ですね条文そのままの知識が問われる場合えそれからあとはちょっと判例っていって裁判所が示した重要な判断なんですけれども、まあ、いわゆるもう絶対知っておかなきゃいけないと、えー、もう勉強していく中でこれは外しちゃいけないっていうその判例の知識を問う問題この条文判例の知識だけで9割超えています。うん でもっと言うと具体的な学習法にも関わるんですけれどもこれまで予備試験が大体6年間ですかね行われていて。 実際、司法試験も予備試験も択一、いわゆる担当式ってほとんど同じ問題が出てるんですね共通問題が出てて少し難しいなってものは予備試験だけにオリジナルでちょっと変えたりしてるんで基本的には司法試験のいわゆる担当式試験と共通問題なので予備試験の過去問って予備試験だけの6年間の過去問もそうなんですけど司法試験の過去問も実質的に予備試験の過去問として使えるわけです。平成年年から司法試験始まってるで間 えですね、約11年ですか司、ね、法試験11年予備試験6年延、えー、べでいうと大体20年弱の過去問の蓄積があるんですけれども、えー、その過去問でほぼ出尽くしてますこれはあのほぼ断定してもいいっていうレベルでもうあの同じことが何回も何回も繰り返し出されていると。でということは正直なところ基本的な知識をしっかり抑えることとあとは過去問を徹底的に回すこと。うん でこれさえできれば合格率は失礼しましまた正答率が6割切るってことは基本的にないのかなって思うぐらい客観的に見て簡単な試験です、うん、ただ、その一方で合格率を見るとですね担当の合格率って20%なんです。約でえ全体の合格率の5%に惑わされちゃいけないわけあの担当式試験で20%でその受かった人が論文式受けるんです論文式で20%なんです。 20%パーかける20%パーすれば4%パーじゃないですか。ということは5分の1の試験2つ通せばいいっていう試験なんですね。でじゃあ1個目の試験の20%パーってこれどういう数字なのかっていうとちょっと誤解を,誤を恐れずに言うと勉強してれれば絶対にこの20パー入れます、うん、逆に言うとこの80%パーはさっき言った条文判例過去問やってないんです、うん、そういうことなんですよね。つまり あの合格率に惑わされて難しい難しいと思わずにあの実質的な合格率は担当でやることをしっかりやった人の5割であ5割じゃねえやごめんあの担当でしっかりやった人の20%論文式試験ので公実式試験って最後にあるんですけどあの口頭試問ですあのいわゆる試験委員の方と、えー、民事系刑事系それぞれでやり取りするんですけれどももう90何です合格率、うん、もう受からしちゃいけない人をなんか。 ね、あのごめんなさいってする試験なのであの普通にやれば受かる試験なので、まあ、実質的にはあの論文式試験が主戦場ではあります、うん、じゃあどういうふうに考えるべきかというとですね、うん、<laughs> 要はその20%に入る勉強をしましょうということですねでそのために必要なことは何かというとですねあの80%の人が受かんない理由をまず考えればいいんです。 最初のでこれおそらく1年目2年目3年目ってかかわらずずっと受けても正直担当がクリアできない方もいるんですね中には。で一般的に私が思っていることはおそらく合格目標を立ててない方が長期化していますつまり予備試験って誰でも受けられるんですよね誰でもいつでもどこでもどこでも受けられないか誰でもいつでもとりあえず受けられる試験なわけです。 とということは予備試験受けてみようかな将来、司法試験を受けて弁護士、裁判官、検察官になってみようかなという人は誰でも受けられちゃうので,で要するにその人たちというのはその合格の最終的なゴールが見えていない方が多いわけですね。ねまず必ず意識してほしいのがよいしょあの合格までの道筋っていうのをしっかり立てるで私がよく言っているのがだいたい2年間ですね。 学習スタートから2年間、つまり今から本当に学習を始めようとで、まあ、入門講座3月から始まるので例えばこれから勉強を始めましょうという方であれば、えっと、次その次ですかね翌々年の予備試験に絶対に合格するぞという意識で始めていただきたいと。うん、でその時に中間目標何で合格目標を立てなきゃいけないかっていうと予備試験って。 予備試験ってその、担当式試験が勝負っていうところはあるんですね、最初に言った通りなんですけど、科目数がものすごく多いんですね、うん、あのレジュメのちょっと1ページの方にちょっに戻っていただけると、一般教養を含めると、全部で8科目です、司法試験の担当って3科目しかないんですよ、司法試験って県、民、県しかないのに、あ予備試験って、司法試験の前段階の試験で8科目、えー、担当が求められると、ただ、さっき言ったとり、基本的なことを8科目です。 うん、ただ基本的であるけれども8科目やらなきゃいけない、うん、で実際にあの一般教養って科目あるんですけど一般教養は正直計算できません <laughs>、うん、あの英語が出たりとか国語が出たりとか歴史が出たりとかそんな科目なので、まあ、法律系科目でしっかりと上積みを取っていくという形になるのでいかにこの担当式の広い範囲をカバーできるかっていうことをまず目標にすべきなんですよね。 でそうすると目標を立てる意味というのは2年間で受かろうと思ったらおそらく単純にさっき言った通り2つのステップがあればおそらく1年間で少なくとも学習の初学者の方であればいわゆる科科目7科目かな基本7科目のインプットをしっかりかけてで基本的な事柄について担当式対策で具体的な勉強法としては過去問も含めて回すと。 いうことを、まあ、1年目でしっかりやってで、まあ、これがちょうど1年目ですねこれから1年後ですね来年の5月の予備試験の担当式に受かる気持ちで、まあ、論文ももと受かってほしいですけれども最低でも担当は受かるぐらい勉強しなきゃとで2年目で何やるかっていったら担当で頭がしっかりできてきたら法律の論文って全然書き方違うわけですね普通の,あの小論文とは違って法的三段論法であったりとか法的思考、まあ、いわゆるリーガルマインドが求められる。 なのでそういうふうな論文の書き方これからちょろっと話しますけれども予備試験というのは基本的に事例しか出ません、うん、予備試験って基本的に事例しか出ないんですあの例えばあの何とかとは何ですかという質問じゃないんですねあの例えば、えー、刑法でいうと窃盗罪論ぜよとかそういうふうな問題ではなくて具体的に事例が出るんですよ1ページぐらい1ページから2ページ。 で大体民事系であれば、まあ、A さん B さんが出てきて A さんと B さんが契約をして、えー、大体トラブったりするんですよね契約トラブったりしてで C さんが出てきて横山がちょ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 出てきてでなんかごっちゃごっちゃになって A さんがなんか C さんに請求かけましたみたいねで A さんの請求認められますかみたいな話だったりとか、まあ、刑法だったらもっと分かりやすいです、うん、あの A さん B さんもしくはコウさんオッツさん出てきてなんか悪だくみして悪いことやるんですよねでこいつに、えー、そもそも犯罪成立するんですかみたいないわゆる事例型の問題になるので頭の中で今 インプットしたことと事例を使うってことは違うじゃないですか。うん。例えば条文を読んでこういう風うな法律になってるって分かっても、例えば具体的な法律的なトラブルの事例を見たときにどの条文を使うかっていうのはおそらくまた別の知識が必要になる。そうすると担当式で受かった前提でそのぐらいの知識がある前提でその論文対策に入らなきゃいけないだろうと。そうするとおそらく1年目の勉強が前提になって論文式対策でいわゆる アウトプットをしなきゃいけない。で、さらに。短答式一回っていうことはまずなくて、だいたい人間忘れていくものなので。で、もっと言うと、一回目にやって、完璧にすべて分かることはないので。だいたい二年目で、学習が進んでいく中で、分かってくるから。いわゆる短答式の、いわゆる二週目ですね。二週目、まあ。まあ、私なんかよく言うのは、弱点補強的な部分ですね。弱点補強的な部分。っていう形で勉強していかないと、二年目で受からないですよね。うん。で。 じゃあそれを前提に考えていくとです、ね、担当式対策にじゃあ1年間と考えて7か月です。7ヶ月ってことは12か月を7か月割ったら2か月切るんですよね。であの法律科目って民法がやたらめったら多いので民法を2科目としましょう2科目ぐらいのボリュームがあるとすると事実上の8科目を1年間で回さないと担当終わらないんです。ということはまた戻しますね。このの担当式対策つまりインプットの中で この1年間をでで割るわけですそうすると2アイコールなんですけど1科目あたり1.5ヶ月のペースで回し切らなければ1年後に合格できないっていうことなんです。いうことなんです。じゃあ1.5ヶ月で1個の科目ってどのぐらいのペースっていうのを想像できますなななかかか難しくないですか あのいわゆるまあ過去問でも何でもいいですけれども例えばかあの単純に見れば1個の本があってその1個の本の中に書かれている基本的な内容を1.5か月で1回回しきることを8回繰り返してようやく終わるんです1年後、うん、でその代わり深いことはいいですやんなくても。 うん、さっきも言いましたけれども本当に基本的なことで入門講座の話をすると入門講座でもあの難しいことは私は、ねうん、のもちろん難しいこと話しますけれどもあの合格のために必要最低限のこと、うん、もう1.5ヶ月で1科目終わらせるために必要なことしかやらないっていうであとは過去問の解き方。 うんえー、過去問の必要不可欠な解き方とかしかやらないというような形でやるんですけどただそれだとしても1.5か月でやらなきゃいけないってすごい大変でしょ大変ですよねでじゃあ1.5か月で1冊の本やらなきゃいけないってなったらちょっと長くなりますけど1週間でどのぐらいか見えません単純計算で1個の本を見たときにその本を6分の1したのを1週間で終わらせなければいけないんです。うん、っていうふうふにすれば おそらく終わるよよねねっていう風なイメージがありますよ、ね、で実は予備試験に合格するかしないかっていうのはまずこのスタートラインが実はそこの意識が足りてる人と足りてない方で若干スタートがやっぱり違うと。要はなんとなく雲をつかむ話じゃないですか。 あの予備試試験験とか司法試験って将来弁護士になるって言ってもこれ司法,試験に司法試験なんか特にそうで他の試験手だと1年後に合格してそれですぐ実務に出るとかってあるんですけど司法試験って弁護士になるのってもうちょい先なんですよね予備試験受かって司法試験受かってその後司法収集っていうのに1年いって弁護士になるとそうすると将来何年後の姿を想像すると本当に雲をつかむ話でじゃあその何年後の雲をつかむ話を今何やるかって多分分分かんなくなっちゃうんですよね。 うん、なので目標をなるべく近くに持っていくと、うん、だからそのためにまず2年後の予備試験合格ってまず決めちゃうんですいいのはあ結果的に時間が足りなくて3年になればそれは仕方ないですよただまず2年後って決めちゃうでそしたら1年後に担当合格で1年後に担当合格するための1.5か月後に1科目終了っていうふうなあの最初の勉強っていうのを意識するとあの本当に変わってきます、うん、で あとはあの多資格とかを持ってたりもしくはあの学習経験者の方であればあの得意科目についてはインプットしながら例えばアウトプットも実際できますよね例え,ば例えばですけれども民法だけは何か勉強したことある、えー、大学時代やったことありますもしくは、えー、多資格で民法はしっかり知ってるってことであれば、えー、実際このインプットしながら自分の中でこの1.5か月の民法の期間は例えばその期間は過去問やりながらちょっと論文も見てみようとかそういうふうな学習の計画っていうのは具体的に立ってくるんじゃないかと。 いうふうふに思いますので、しっかりと押さえていただけると思います。で、実際、おそらく知りたいことだと思うんですけどどのぐらい勉強しなきゃいけないかということですで。これはあの人それぞれ違います、めちゃくちゃ勉強しろという人もいるし、勉強しなくても受かるよという人もいるんですけど私の経験上を言いますす時時間です1000時間でです。 え予備試験合格するために必要なのはゼロからの勉強で1,000時間最低1,000時間はしてほしいと。であの1,000時間っていうのはどういうことかっていうと大体のイメージで1年間で500時間ですかねうん。で一昔前司法試験に受かるためにどのぐらい勉強時間必要かと言われてた時代があってまあ一般論として1500時間とか2,000時間って言われてるわけです。でわ私は個人的には司法試験受かるために合格に必要なのは大体やっぱり1500から1700必要だと思います。 うん、なので予備試験に受かって1年間弱司法試験までの期間があるんですよね。その期間はやっぱり勉強しなきゃだめなんでその時間はやっぱり500時間から700時間ぐらいの勉強は必要ですけれどもそれさっぴいて予備試験合格までっていうふうに考えれば大体1000時間ぐらいですかね。で1年間で500時間は、えー、勉強時間でやっぱり確保する環境は取っていただかないとあの難しいとあとはあのすげえだらだらやっちゃうのはよくなくてやっぱり500時間っていうのは決めちゃった方がいいです。 あの一つの量量的なものとして。うん、で一年間で五百時間っていうと、なんかちょっと。また雲をつかむ話になっちゃうので、じゃあどうすればいいかって細切れにすればいいんですよ。一ヶ月で百二十時間ですよね。絶対違いますよね。一 <laughs> ヶ月で四十時間ぐらいですか。一ヶ月で約四十時間です。一週間で十時間。うん、この一週間で十時間をしっかりと確保できれば、合格できます。うん、あのもちろんこの後言うけど、正しい勉強という前提はありますけれども。 で実際自分が合格した時のイメージってやっぱりそんなイメージでした、うん、あのもう1000時間勉あの予備試験のための勉強しようとでまあ実際0 0時間で駄目だったらもうこれは自分には向いてねえんだろうなっていう感じで <laughs> あの割り切って考えてたんですけれども実際まあ1000時間あればほとんどのことやれました。うん でなのでまあ入門講座とかまあ予備校の講座を使うとだたい400時間ぐらいあの講座で設定されているわけですね300時間から400時間設定されていますから自分の時間の勉強としてはだいいたその要するに全体の半分ぐらいはあの予備校の講座とかでだいたいの場合は使われていますから1週間で自分の勉強時間5時間ぐらいは取ってもらいたいということでで。あので 一番難しいのは優がやすし行うがガタして1週間で5時間っていうと何かすごいあのまあ10時間っていうとすごい簡単に見えるかもしれないですけどやっぱり2年間続けるわけですよね。継続できるかどうかっていうところがやっぱり勝負になるのであ,のあまりねあの勉強するときもしくは計画するときのコツとしてガチガチやらないっていうのはあの私よく言ってます。 要は一日1時間とかっていうふうにしてできないともうダメだとかね <laughs> あのそう考えずになるべく1週間ぐらいいいいのののペースで見ればいいのかなっっててうのは個人的に思ってます特にあの時間ある方はあれなんですけど社会人の方とかだとどうしても勉強時間なんて毎日取れって言ったら取れないじゃないですか残業もあるしね土日時間取れるかなと思ったらね家のこともあるかもしれないし飲み会があったら飲んじゃってその後勉強なんかできるわけないしと。なのでまあやっぱり1週間で5時間の確保っていうぐらいのまあアバウトな 学学習ですすね特に学生の方も同じだと思いますあの定期試験とかもしくはなんかそういうふうなあの学校での旅行であったりとかがあったらそれは勉強できないですからね。うん、なのであのその辺はなんかすごいゆとり持ってその代わり続けるっていうイメージ、うん、っていうのがいいのかなというふうに思っています。で、まあ、自分の話をちょっとさせてもらうと私は勉強する時、まあ、1週間で、まあ、大体やっぱり同じように10時間から、まあ、そのぐらいかなあの考えたんですけれども。 土日で5時間平日5時間みたいな感じで考えてました。うん、あの要するに 毎日1時間ととかじゃなくてとりあえず月金で5時間確保しようとだから月曜日ちょっと今週頑張る気があるから3時間ぐらいやっちゃおうみたいな感じだったりとかまあまあ今日月曜まあちょっとやる気しねえけどまあ明日頑張るからいいやみたいなその代わりあの5日間で5時間を確保するっていうそこをなんかマストにしてで土日も同じであの土日もとりあえずどっちか5時間しっかりとるまあもしくはあ今週やることねえなと思ったら2時間2時間二時間3時間とかでまあ結構その辺はゆとり持ってその代わり1週間でしっかりやりきるっていうところはあの。 まあ、自分でもなかなか精神力あったなと思うんですけど2年間続けましたこれだけは。うん、であとはその1,000時間あれば受かるって言ったんですけどもっと時間があった方が当然受かりやすいですからね。<laughs> うん、あのでその時に私が言ってるのはあの司法試験って あの法律の勉強って一番最初私は話すんですけどよく「暗記じゃない」って言われるわけじゃないですかまあ,あの勉強経験あると法律は暗記ではなくて理解をすればいいんだみたいなうん合ってるんですけど覚えなきゃいけないことはたくさんあります <laughs>、うん、で覚えるために理解があるとなののでで暗記ってのはある程度必要です、うん、だって択一式なんてそうじゃないですか その場で理解し吐き出すもんじゃなくて知ってるか知らないか吐き出す試験なので、うん、なのでその意味では暗記するための時間っていう細切れ時間を用意するっていうのは勉強のコツです自分が暇な時間とかもしくは暗記するために使う時間をルーティン化する、うん、これはあのどんな試験でも役に立つと思います。 うん、あの私はお風呂上がりししてましたちなみに必ずお風呂入ってお風呂出た時には必ずお風呂上がったところに何か択一の本があってそれを15分見るとか、えー、あとはあのベッドのところですねあの起きた瞬間とか決めてました、うん、起きた瞬間とりあえずそれを手に取ってやるとかで実はあの。 あのさっきも言ったけどすごく長期的な勉強に見えちゃうとは思うんですけれどもその積み重ねなんですよね。で1日30分もしあの暇な時間があるとどのぐらいいい感じになるかというと1日30分っていうのはまあどのくらいだ 30, 30日つまり1か月で15時間取れるんですよ。1か月で15時間ってことは1年間で180時間上詰めできるんですよ1日30分が。で2年間だと360時間です。 1>, つまり1日1000時間普通に勉強確保できてて1日30分どっかで暇な時間をルーティン見つけてもしくはえいつもはなんかぼへっとしちゃうところとかをちょっと頑張って何か見るそれで360時間確保できるとうんでなるべくそこは暗記の時間に回すようにするとすごくよくあの回るかなというふうに思ってます。はい ですいません、少し長くなりましたけれどもあの大体、イメージとしてはそういう風な学習の,あの計画というのはすごくあの重要だと思いますので意識をしていただけるとあの合格、近づくかなと思います。で その上で、ですねあの具体的な話をします、あのあのレジュメの3ページの方で、あで担当論文という形で、えー、それぞれの学習法をちょっとあの簡単に書きました。あのこの後はあの学習経験者の方とか個別に話しますのでもしあの興味ある方はあの踏み込んで聞いていただければと思うんですがあの司法試験の一般的な予備校とか、まあ、レックも含めてですけどこれまで従来言われていたことというのは論文が勝負だと。 おそ、うん、らくあのいろんなところで聞いたことあると思いますもう論文が主戦場だから論文かければなんとかなるとでこれは予備試験に関しては当てはまりませんからねうんあの司法試験と予備試験の一番大きな違いは司法試験は論文式に担当がくっついてんです担当式との合計で決まるんです予備試験は担当を受かった人だけが論文いけるんですわかりますつまり担当をなめてかかると論文すらいけませんからね なのであの予備試験の勉強をする上で絶対にあの抜けちゃいけないのは担当の勉強はしっかりとやる。うん、であとはあの担当の勉強をしししてているかかなは論文式に直結します、うん、例えばあの司法試験で担当に科目になってない会社法とか民訴法とか係訴法とかいわ,ゆる、まあ、いわゆる手続き的な部分とか条文知識を多く問われるような科目っていうのは論文でその条文書けるかどうかですからまず。 事案見たときにそもそもももも会社法法なんてものすすすごい条文数あるわけですで手続き法も同じですもっと言うと民訴とか係訴って今あの司法試験担当になってないですけどそもそも手続き法って条文知らなかったらやばいですよねだって手続きなんですから条文から外れたことなどできないんですからつまり論文書くときにまずその手続き知ってるかどうかをちゃんと論文の中でも聞いてるんですよ。ということは担当で勉強したことは無駄にならないです。 うん、もっと言うと、担当の勉強をしていない人は論文で分かります、もう答案見た瞬間分かります、あこの人はあの論文の勉強しかやってないなっていうのは、なので、その意味でも、司法試験でも有利になります物、うん、知,知識しっかりしてる人っていう形になりますから、なので、あの担当の勉強はしっかりとやるで、やることについてどのぐらいやるかなんですけれども、全部やらない。<laughs> あの幅広いからやろうと思ったら何でも踏み込んで全てのことを細かくやれちゃうんです、うん、そしたら1年じゃ終わらないです1年で終わるラインを設定してやるっていうことですねでそれが私一つ目安としては過去問全部、うん、であの学習する時にこれもルーティンの話になるんですけれどもよ例えば 入門講座でもいいですし例えば勉強する中で一定程度進んだらその範囲の過去問をやるっていうだけで全然違いますからね、えー、例えば民法を勉強しました、えー、例えばまあ私の入門講座一回目は意思表示と代理とかやるんですけど、えー、意思表示代理の一部をやってましたそしたらその次の講義までにその意思表示と代理の担当過去問全部やってみるうん。で、で 大体いい条文引けば分かるものもほとんどなんでそれをやってで次にいくとそれ繰り返すだけですあのやるべきことは。うん、であとはきちんと担当の勉強するときに意識してほしいのがなんていうのかな分かんないところはとりあえず飛ばしていいです、うん、最初の時は。うん、であの特にあの、まあ、入門とかであのもしあの、まあ、私でもそうですしあの あの担当の先生ですね講師の先生とかに聞けるんだったら聞いた方がいいですねうん、あのー、分かんないところはで難しいところはおそらく今できなくていいよって言ってくれますうんなのでとりあえず1回やってみて全体像をつかむっていうのは1年目の学習はインプットやりながら担当のアウトプットを並行して進めていくということはしっかりやっていただきたいなというふうに思ってますなのであのここにあるんですけど1ってところに書いてあるんですけど「講義過去問・フィードバック」 うん、あのこのループは絶対に1年目はやってもらったほうがいいかなと、うんえー、実際この、これを忘れちゃうとあの予備校の講座ってすごくあのよくできてるんですよ、うん。1年間で全部終わるように作られてててかつ、まああのまあ、自分で言うのもあれですけれども試験に受かるためのことを話しているので試験に受かるための情報はどんどん,ど,んどんどん入ってくるはずなんですね。なんですけど その間にやるのでどんどん次々忘れていっちゃうとそのリスクはどうしてもあるのでそのためにはやっぱり過去問を使ってやるとそれがそのまま担当対策になると思いますのであの復習をしっかりするであとは学習時に条文を引く、うん、あの6法は必ず1冊常に手元に置いて担当で間違えたものは必ず6法を引いてでフィードバックって何かっていうと間違えたものを記録化するってことです。うん よくあるのが、例えばなんかこういうふうな問題が適当な問題ですけれども間違えました、間違えたっとチェック入れたりするじゃないですかこれもフィードバックの一部ですよね間違えた履歴を残すので2回間違えたらなんか2回間違えたみたいに間違えたものを残すとでこれなんかよくあの使うわけですけれどもできればあの将来的にねあの論文式試験を書くときに6歩を使えないといけないわけですよね。 なので6法で間違えた条文にマーカー引いたりとか間違えた条文チェック入れる癖つけとくとあの日頃の勉強の中ですごい役に立ちます要は例えばいつも勉強するじゃないですかで勉強するときにチェック入れてるとああの例えば何かの時に引いたときにあチェック入ってる条文面止まるんですよそれは担当で間違えたことがあるものだっていう形で出てくるのでそこら辺は意識するといいかなと思います、はい、であとは3番なんですけどとにかくタイミングの習慣化ですね その何回も何回もやるんですけどもうルーティン決めてしっかりやるとあのそれだけでも十分担当受かりますからあのまあしっかりとここは実践していただきたいなとこれから勉強を進める時にはあのもしまだ雲をつかむ話かもしれないですけど学習を始めてた時にはあの田中はああいうこと言ってたなみたいにちょっとあの頭の中の片隅に残ってるとあの少しやる気が継続するかなと思いますので,で。論文対策については あのまだ学習があのイメージが湧かない方も結構いると思うのであのちょっと抽象的な話だけちょろっとさせてもらいますとあの事例問題にに解けるようにっていういい勉強してくださいつまりインプットをする時に基本書を読んだりとかまあ講義を聞いたりとかまあいろんなふうなインプット方法はあると思いますけどインプットする時って多分ある程度抽象的なことが入ってきますうん憲法であれば表現の自由とはこういうふうな権利であるとか。 えー、もしくは民法であれば「表権代理」とはこういうふうな制度であるとか、えー、例えば定当権の、えー、定当権侵害に対する請求はこういう請求とこういう請求があるとかおそらくはそういうふうな抽象的なものがおそらくインプットで入ってきますで,でもちろんそれは必要なんですなんですけど最終的にやらなきゃいけないことはそれを外に出す事例で使うっていうことになるので必ず勉強するときに、まあ、私は必ずやるんですけど 事例を意識して問題にするとつまり勉強したことがどういうふうな事例で問題になるのか。うん、でちょっと学習経験者向けになるんですが判例も同じです。判例の結論を覚えるだけではダメで、うん、こういうふうに判例言ってますじゃなくてどういう事案でこの判例が使われたか。なぜかというと予備試験で問われている事案はほぼほぼ100選の焼き直しです。うん 焼き直しっていうとすごいよくないんですけど100選をアレンジしてそれで100選の知識を前提に法的な思考力を問う立てつけになっていることが多いですなので100選の事例をしっかり知ってるっていうのはもう対策としてはあのストレートな対策になると思いますうんなのでそこは勉強していただきたいとで条文なんかもそうですね条文読む時もただ条文の内容を覚えるんじゃなくてどういうふうな時に使う条文か でその時にどういうふうな効果が生じるかを具体的なストーリーが作れるといいですよね。うん、例えばある規定があった時に、まあ、具体的な話しちゃうとあれかもしれない例えば勉強する作語っていう規定があった時にどういう時に作語が生じるのかその作語が生じる具体的な事例を考えてでその時にどういうふうなことが起こると無効有効が変わるのかとかイメージを具体的に持った勉強をするといいと思います。でうん 実際あの、ちょっとあれなんですけど、入門講座の私の、いつもあの使っている。あのサンプルっていうのをお配りしたと思うんですけど、日頃勉強するときに意識するといいかなっていうので。ちょっとまあ、参考までにお配りしたんですけれども。要はですね。勉強するときに一ページ目にある通り、これはあの百戦に載ってる百戦の判例を。すごい単純化したものなんですね。うん。要はあの、もしくは、その論文で問われる重要論点ですね。こういうふうなの、例えば。 まあ適当に1番から17番ありますけど代理で問われている重要論点ですけれどもまあとにかく事例をまずしっかり見るとでこの事例を見たときに復習する時のポイントなんですけどこの事例を見たときに何が問題になってるかそしてどういうふうな解決をすべきなのかっていうのを頭の中でポンポン自分の言葉で浮かぶように反復するそれだけで論文の対策今なります。具体的にに書書書けななくくくてもままだいいいですあの書くっていうのはまた別な時に書く 作業とか練習とかっていくらでもできますからまずはで論文だって結局突き詰めて自分の思考過程を示すだけなので自分の思考過程をしっかりと作るっていうことを1年目は特化して全然大丈夫ですなのであのここに書かれているあの事例を例えば見たときにどういうふうな問題点があってどういうふうな解決になって判例があるものはどういう判例なのかと。でちなみにレジュメだとあのペロンとめくると全部答えが書いてあるんですけど。あの うんえー、大体こういうふうな感じになりますよみたいなのを頭の中で浮かぶようにと、うん、であとはあの暗記するときに、うん、やっぱり一番最後の方にも書いてるんですけれども一番最後のほうレジュメの一番最後の方では、まあ、覚えなきゃいけないものですねやっぱ暗記しなきゃいけないものは暗記しなきゃいけないということで暗記したもののリストみたいな、えー、そういう形のものなので最低限のことをしっかり覚えていくというようなのが論文対策としてはいいのかなととにかく事例で使えることであのそこがすべてだと思います。 はいすいませんでした最大そんな感じですでその意味で、まあ、最後になりますけれどもあの実際予備試験の勉強そんな難しくはないっていう、まあ、学習内容は難しいことも,もちろんありますけれどもあの実際しっかりやるっていうスタートラインさえ立てれば要はみんなその今ベクトルが結構バラバラなんですよ勉強のやり方が司法試験と予備試験の勉強の違いが。 実はあまり意識できてなくて司法試験の勉強のような勉強をしてしまって予備試験にフィットしてなかったりとかまあもしくは学習目標が実は定まってなくてあのブレブレになっちゃってるとかそういう方がたくさん多いあの今試験手です予備試験って。なのであの入門講座であったりとかこれから勉強する上ではあのまずどこで合格の目標を立てるのかってしっかり立ててあとはそのために必要なことをあの逆算していくと。うん、で逆算したらしっかり遂行すると。 でででしていく中るることあるんですよわ勉強しててこの勉強法正しいのかなとか、えー、もしくは何か思ったより成績伸びないそしたら修正をしっかりとかけていけばいいんですでそれは例えば、まあ、予備校通ってれば,、まあ、あればまあ私の入門講座であれば私のとこにちょっと来てくれればあのど。 なんか今ちょっと悩んでんだけどみたいなあればそれはどういうふうなところがおかしいのかっていうのはおそらく客観的な視点からあのアドバイスすることができるその要するにやって修正かけてってしっかりやっていけば2年後の合格っていうのは全然あの現実的だと思うのでまあせっかくあのここにあの来てあのガイダンス聞いていただいたのでこれがまあ勉強の最初の,あの合格へのステップになってくれればなとは思ってます。はいで 最後、本当にちょろっとなんですけれども、一応入門講座について、あのちょっと説明、私の講座ですね、あの大体どういうふうなコンセプトで私やってるかっていうと、ほとんどこのコンセプトです。要はもう、試験対策に必要なことを特化します、でその上であの、過去問ですね、1年間でしっかりと過去問をしっかりこなしきると。 1>, うん、で1年後に担当合格して2年後に論文合格して最終合格すると、うん、そのもうあのでこれは法科大学院考えている方も基本的には同じですからねあの今って法科大学院と併願してる人が圧倒的に多いから、うん、あの例えば上位の法科大学院に行っている人たちですね奇襲者の,の、まあ、東大とか一橋とか、まあ、早稲田慶応とかの、まあ、上位のロースクール行ってる方々っていうのは基本的に。 予備試験に合格するかしないかぐらいの法的な勉強をしているんですよね。で今やっぱ多いのが予備試験と併願していて予備試験がどうしてもちょっと今回通らなくて、えー、法科大学院に行ったっていう方だとやっぱり、あのー、そういう方は上位の,あの法科大学院に行ってたりするので、あのーまあ、法科大学院と並列している方も予備試験っていうのはしっかりとあの現実的なものとして見ていただいてだと思います。うんでえー、その意味で ああとあれです丸、ね、2にも書いたんですけどあの特に社会人の方だと結構多いのがあのモチベーション維持ってすごい難しいんです。 うん、自分もあの予備試験受ける時き本当にあの結構苦労しました、うん、予備試験本気で受けるっていう人が周りにどれぐらいいるかということですよね、うん、で例えば学生さんでもこれ結構言われるんですよね話するとあのみんな弁護士になるとか司法試験受けるって言ってるんだけどいやでも周り見ててそんなに勉強してないと本気で勉強してる層が実はあまり周りにいませんと、うん、とかもしくは周りがみんな民間考えてて司法試験受けるって環境があまりない。 うんまあ、あとは資格持ってる方なんていうと同業者はもう同業者で仕事やっててそっちに専念してるから確かくなかなか回せないとか。 といいいうう形で同じモチベーションを持ってるる人が少ないっていうのは実はあるだからさっき言ったけど8割の人が続かない試験って何でかなっていうと続ける環境がそもそもなかなかない試験なのであのその意味では予備,予備校ってな,んかなかなかいいのはその同じ目標を持ってるる人が基本的に受けるわけわですで周りがどのぐらいできているかもしくは、えーまあ、逆に自分が周りよりも実はこの分野得意だとかもしくは周りの人がどういう教材を使っているか周りの人がどういうふうな進捗状況でやっているか。 であとは学習方法とかもあのいろんな人に聞けるんですよね、まあ、そういう環境を作ってしまうっていうのはあの入門講座の中身以外のメリット、まあ、いわゆる箱としてのメリットですよね。うん、で実はこの箱としてのメリットはものすごい大きいと思ってて、うん、実際あの、まあ、何かあった時にとりあえずレックに来てしまうとで勉強してしまうとであの知ってる人見かけたらモチベーション上がったとこいつやっとるなとこんな時間も来てるぞと、えー、で実際勉強してみたらあ田中が歩いてたと。 ななんかか聞いいてみるかみたいなあのそういうふうな形でとりあえず常に司法試験の勉強っていう環境におけるという箱的なメリットはものすごく大きいと思いますので、うん、これはあの結構声を大にして言いたいかなとであとはもう1個はさっき言った1年間で合格するという意味では強制力が必要な部分もあってで、まあ、私の入門講座に限らずレックの入門講座特徴的なのは1年間でやっぱ全部やるんです。 うん、あの7科目について3月開校なんですかね、私のクラスね、えー、3月開校で、えー、っと、えー、っと、全体構造3月4日ですけど、来年の3月31日に7科目が全部終わるというような形でカリキュラムを組んでいて、まあ、1年間で回すって言っても、モチベーションが続いたりとかしないかなという人は、あのとりあえず来てるだけでペースメーカーになると。 いうようよなメリットはものすごいあって予備校を用メリットっておそらくまあ講義の中身もちろんそうなんですけれどもあのそういうふうなあのさっき言った周りの環境という箱っいう意味とあとはカリキュラムというその箱の中に入れて自分をガシッと固めてしまって引き返せなくなるぐらい勉強しちゃうというふうにするのはすごく有効だと思いますのでうんぜひあの検討いただければと思います、う。ん であとはあの渋谷の場合柴田先生のクラスとあの両方受けられるえというメリットもありますなのであのまあ私の講座はまあ生で講座やりますけれどもまあ柴田先生の講座もまあ同時に一緒に受けることができるとだからあの同じことを2回聞けるっていうあのメリットがあってまあそういう意味でもなかなか学習環境としてはすごいあのやる気のある人にとってはすごいいい環境なのかなというふうに思います。逆の言い方をすると あ,のあれですよね、しっかりやる気ある人は、うそういう過で覚悟を決めちゃうっていう風なのが、まあ、予備試験合格するためのコツうんであり、まあ、結構本質だと思います、さっき言った通り、覚悟を決めないと、本当に長期化しちゃう試験だと思いますので、まあ、しっかりあのこれからの,あの勉強に向けて、頑張ってもらえればと思います。じゃあ私からのガイダンスは以上になりますじゃあお疲れ様でした